11月11日っていう日付がちょっとさ、うん、悲しくなってくるよなって思う。いやでも11月11日っていう日をポッキーの日にしようってしたのはやっぱりいいことだと思うよ。それはやっぱりさすがだなって思うけれど、ちょうどいいもん1111で、1111で11月11日の日ってなった時にやっぱり今だったらさ、みんなあポッキーの日じゃんって言うもんね。そうそうそう、言う言う。だけど多分ね、みんなそうだと思う。あの日が11月12日になって、あ12日になったわ、え待って昨日ポッキーの日だったじゃんだと思うのみんな。いやそんなことないよ。えそうかな、俺は当日にちゃんと気づいたって。あ本当、うん、なんか結構多いと思うので、あ昨日ポッキーの日だったじゃんっつって言って、多分レベル的にそれぐらい、うん、だと思うよ。あのクリスマスとハロウィンに比べたら、あいつらが月末にやってるのがさ、ずるくないって思う。そういうことか。月末にやって、じゃあ10月の月末と12月の月末や、ポッキーってさ11月上旬やんか、うん、終わってすぐ来るからさ。え、はい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 、はいはいはい、発言していいですか。はいはい、どうぞ。1月はそれはもう別物よ。あれはなくさ、あの日本古来のものやんか、その初日のあの正月な。あの正月強すぎだよな。あれは本当に強い。正月強すぎ。あれでもあれはさ、日本人に根付いたもんやと思うよ、うん、あと、ね、年が変わるってさ、どうやっても忘れようがないことやん。そうね、何があっても、うん、年の変わるのは分かるでしょ、どこにおっても。まあもう別格か、1月は。そあれはもう本当に違うと思う。別格、うん、まあそう言うけれどさ、じゃあ、うん、え節分も頭じゃない。あれはでもイベントからちょっと期間置いてるやん。2月2月の頭やろ、うん、1月の後ろになんもないやんか、うん、まああって成人式ぐらい。ああそうか。でも、まあ、成人式ももうちょい前でしょ、中盤というか。1月20日とかやん、ね、確か、うん、あの辺やろ、うん、から考えたら、まあ、まあ成人式も言うてそんなにもう20歳ぐらいの子たちしか多分騒がへんやろし、で一個一個のさスパンが多分1ヶ月ぐらい空いたらちゃんと覚えてるもんねと思う。3月3日はひな祭り、ひな祭り、うん、ね、4月1日、エイプリルフールな。なんか4月1日もこれはこれでちょっとかわいそうだけれど。そうやな。でも入学式とかあるもんね。あそう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 、 なんかねなんかでも4月、あでも4月1日は忘れてる人結構おるよ。4月バカ？そう、4月バカ忘れてる人いる。うん、あ忘れてたとか。ポッキーの日と比べてみ、同じレベルちゃう。いやちょっと待って、エイプリルフールとポッキーの日だったら、いろんな団体さんだったり、いろんな企業さんだったり、いろんな個人だとか、うん、いろんな有名人がさ、うん、4月1日になったらさ、急にわけのわからんツイートをするわけじゃん。まあしてるな、確かにな、してるわけじゃん。言ってる。果たして11月11日ポッキーの日になった時に、その人たちみんながあ今日ポッキーの日だ、ポッキーおいしいみたいなさ。ポッキーは美味しいよ、ポッキー大好き、ポッキー美味しいよ、まあ、やってもグリコとか森永とかその辺だけやろなと思うよ、うん、その皆さん全員が11月11日も同じような熱量でやってますかっていうことで、ポッキーの日を。いやせめてメーカーの人はやれ。いやメーカーグリコはやってくれたのかな。メーカーの人はやってると思う、メーカーの人はやってると。それはだって一番売れるから、うん、一番でもないけど、メーカーの人たちはやっぱ盛り上げたいからやると思う、うん、そらね、やると思うし、ぶっちゃけポッキーもプリッツも好きだから、うん、あのいいよそれは、いいんだけれど、同じ熱量でその、まあ、他の企業の人はせんじゃろ。4月1日を楽しんだ人たちは同じ熱量でポッキーの日もやってほしいよね。まあそうね。できるだけ頑張ってほしいよね。ポッキーの日誰が作ったの？それはやっぱポッキーの会社の人じゃない？グリコか森永？グリコですね。グリコやんな。グリコさんですね。はい。ポッキーが決めたんやんな多分。ポッキーも、うん、ポッキーの日はやっぱりだからグリコの人が決めたんじゃない？一企業が決めたにしては結構浸透してると思うよ。そういう意味ではそうかもしれない。そう考えたらすごいことよ、うん、ポッキー、あーでもだって別にエイプリルフールもさ、うん、あのお正月もクリスマスも、うん、ハロウィンもさ、うん、企業発信じゃないやん。まあね、まあ言ったら国発信、国単でのやつやんか。え、なんだろ、バレンタインはさ、チョコレート会社のあれ戦略でしょ。あれはそう。
じゃあバレンタインみたいなポジションにポッキーの日が来たらいいのか。難しいこと言う。そうか、難しいこと言う。分かった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 、はいはいはい、今分かりましたね。だからエイプリルフールと戦うんじゃないんだ、うん、バレンタインデーと戦うんだポッキーの日は。そやな。だからこの日にポッキーを送って告白だみたいな感じになったらいいんだ。ポッキー持ってポッキーゲームをしたらいいんだ。せーの、猿山よもやまらしい。はい、どうも皆さんお疲れ様です。なんか笑いすぎて今よもやまラジオって言いそうになりました。ガシのこと東野豊です。どうぞよろしく。そしてはい、ババンことババケンゴです。いやでもそうじゃない。悔しいのは、うん、俺も同じ発想やったのがすごいちょっと悲しかった。悔しいとか思った。そう、でもなんかね今ね、スマホでちょっと調べました。グリコさんが、うん、1999年平成11年に、うん、制定なさったみたいですね。ポッキーの日。ポッキーの日。へー、うん、ポッキー&プリッツの日、11月11日が、うんうんうん、そうですね、1999年だから2000年入る前にもうできてたみたい。そうか。あこれ、はい、もう一個、はい、もう一個新情報。どうした、どうした。だからそのポッキー&プリッツの日が認定された1999年はさっき俺平成11年って言った。平成11年11月11日。おー、すごっ。っていうところから始めたみたい。平成11年11月11日やからポッキーの日か。そう、そこから始まったの、ね、11月11日。あ、それはすごいわ。そう、すごいよ。なんか次騒ぐとしたら令和11年かな。あ、令和11、あ、来るかもね。7年後。あ、ちょっと、え、じゃあ何年後？8年後？7年後？今令和4年じゃない？まだぐらいやんな。今令和4年やろ。確か4年やんな。あと7年。7年後は多分だからもう一盛り上がり来るよ。来た！これグリコさん狙ってるでしょ。いや、ねえ、そんな不穏なこと言わない。不穏なこと言わないで。ちょっとそういう話をしてくるとなんかいろんな方面に、まあそうね、危なくなってくるからあれだけど。いや、多分この7年後は多分あると思うよ。うん、この令和の平和な時代が続いてもらいたいなと思いますけれど、うん、ってことは絶対に令和になった時にね、江崎グリコさんが、うん、もうの会社さんがもうすごいきっとこれ来た11年後やっていうね、なんか聞こえたような気がした。今ちょっとありえるよな。11年、令和1年で1回やったんだろうなと思ってるけど、令和1年やったんかな。いやでもなんか1年よりか11年じゃない。なんかポッキーの日はやっぱ11年でやってほしい、うん、そう、わかるわかる。だから11年11月11日な。ちょっと楽しみになってきた。あ、ちょっと面白いな、それな。面白いな。令和11年11月11日に俺たちもポッキーとプリッツを11個ずつ買ってきて。いや多いて。11個ずつは多いて。11個ずつ買ってきて11人で食いながら品評会とかしよう。でまあ、6月置いといて、6月、いや、うん、まあ、ちょ待って、6月調べるからちょっと7月と8月の話しといて。でも7月ってさ、6月で準備して7月で暑くなってって、で夏の盛りやんか、うん、まあ、ね、なんか夏のイベントごとのことが全部出てくるわけやから、それこそ7月は何だっけ、夏海開き、夏休み入るのも7月か。なんかね、うん、昔ねドラえもんを見てた時にね、のび太くんがね、同じことで悩んでた。どういうこと？6月に入ってしまった国民の休日が一個もないぞみたいな。そうやな、ないね。当時ね。今あるのかな。まあ当時6月。今あった国民の休日6月に。いや、わかんない。今適当言った。ね、ない月がね、2月ぐらいあるんだよ、確か。まあでも、その6月が、その国民の休日がない、あーもう休めないみたいなので、のび太くんがわーってなってて、ドラえもんがでも7月と8月もないじゃないかみたいな感じのことを言ったら、でも夏休みがあるじゃないかって言ったの。だから7月8月はね、夏休み、夏休みはでかいでしょ。あれはマジで一大イベント、夏休みね。えだからやっぱね、7月と8月ならね、なんかね、イベントごとを用意しなくても勝手にみんなうわーってなんのよ。そやな、でも6月ないで、まだ温度が上がるから。あ、やっぱ6月ないんだ。ない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 、6月ないんすね。5月5日から7月17日までない。6月こそかわいそうか、そうなった
多分誰からも覚えてないと思う。誰も覚えてないと思う。え、それ考えたら6月の方がかわいそうかな。うん、で俺11月より6月の方がかわいそうやと思うけど。本当に11月だって七五三すらないわけでしょ。6月、せやな。6月は何かのイベントごとがないのか。7月8月はやっぱさっきも言ったけど、なんか気温が暑くなってきてみんな活動的になるし、うん、アウトドアの季節だったりそや、ね、とかでみんなどっか行ったりとか、あと夏休みで実家帰ったりだとか、あのあそうか、お盆とかもあるわ。そうか、8月やけどそれは、あま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 あとかで帰省したりとかっていうことがあるから、そのそれがもう取って変わって一大イベントか、うん、7月8月っていうのは。そやね、海行こうぜとか、家帰ろうぜ、実家行こうぜ、実家帰ろうとかはもう7月、うん、8月よね。うん、そうね、そやね。そうでもあと6月ってさ、はい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 、はい、毎年6月の第3日曜日父の日。どうこれ、忘れられがちなやつ。どうこれ、父の日ギリギリじゃない、皆さん覚えてましたか、父の日。そっか、あれ6月やったな、そういやな。俺あの昔この猿組の、うん、あチャンネルで学校で教えてくれない丸々の話っていくつか挙げてるんだけど、うん、それの中で確か父の日があったと思うから、あのあったっけか。そう、それ見たらね、いろいろ父の日のねことを喋ってる。じゃあまあもうその父の日の関連することはそれ見てもらって、でも割と結構詳しくなんかいろいろ喋ってると思う。7、8はまあお盆と夏やんか。9月は、9月はお月見でしょ。十五夜、ああそっか、十五夜とかあるし、だってテリタマの季節だよ。確かに、うん、テリタマの季節だよって言えるやんから、マクドナルドすごいよな。やっぱねテリタマとかにもうレギュラーメニューになってほしいみたいな風に言うけど、うん、実際のところはレギュラーメニューにならずにあの季節のものでいてほしいっていう。そう、あれ多分レギュラーメニューだったら、うん、あの頼む人少ないと思うよ。なんかね、いやなんか、いやいいんだけど、それはそれでまあ嬉しいかなと思うけど、なんかねやっぱあの時期にやっててほしい。あれはあのね、特別感がねいいんですよ、てりたまは。そう、なんかあれを見た時にさ、ああもうそんな季節かって、季節を感じるじゃん。ああ夏もそろそろ終わったんだなぐらいのテンションになってくる。そう考えたらすごいよね。なんかさ、てりたまって俳句の季語として使える感じしない。てりたまやから始まります。みたいな。なんかてりたまって言えばもうなんか、あその季節なんだなみたいな、新しめの季語じゃない、なんか。確かに。だからね、そう考えた、確かにそうやな。でしょ、俺なんかもう今自分で言ってて鳥肌立った。え、すごいマクドナルドって思っちゃった今。まあなんか思うのは、いやまあ11月のポッキーの日だから、令和11年をね、そうやな、令和11年を楽しみにしとこ、楽しみにしとこ。令和11年になる頃までに、その江崎グリコが、うん、ものすごい戦略を打ち出してくるかもわかんないから、いや分からん、多分な。でだ、まだ時間があるから、そこまでにこのポッキーの日っていうものをもっと盛り上げて定番化して、うん、で、なんか一大イベント、11月の一大イベントみたいな感じでバーンとやったら、令和11年暑くなるぜ、寒くなる季節なのに。おやおやよく分かんないことになってきたな。暑い冬が来るぜ。いいじゃん、それはそれで楽しいよ、うん、だから、まああとは父の日を盛大に祝ってあげましょう。忘れがちなね。そう。忘れがちになるのちょっとみんな覚えとこうね。お母さんお疲れ様ってするのもいいけれど、お父さんにもお疲れ様っていう日をね、年にお父さんお疲れっつって年に1回ぐらいちゃんと俺言ってあげましょうっていう、尺ぐらいしてあげたらいいと思うよ、喜ぶからきっと、なんか別に年に1回とは言わないけど、敬ってあげていいと思うけれど、各ご家庭で任せますが、うん、はい、まあまあなんだかんだで、ね、もう2022年も終わりだね、終わりの月に入りましたね。じゃあね、まあまあこっからあと1ヶ月、はい、で、あそうか、これ12月の頭でこれ流れてるっていうことは、うん、あれですね、ちょっと最後にお知らせしていいですか。多分ガスのこと東の豊か、12月このラジオ上がってる今日からかな、今日から1日からやったっけ。そう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 、だから今日から12月5日まで、
12月1日から5日まで千本桜ホールというところで、カッパと川村家と何かっていう、はい、作品に、ガシのこと東野豊か出ておりますので、はい、はい、昔専門学校の時に同期だった米川瑠衣くんも一緒ですね。はい、で悪いと、はい、演出も実はあの専門時代の同期ですよね。藤原義孝さん、はい、はい、同期っていうことで、まあ、同期だから慣れ合いでやってるとこ言うわけじゃないからね、全然ちゃんとやってんでしょ、本当に。そう、同期だからこそめっちゃちゃんとやってる。そ、ね、俺慣れ合い嫌いな人間だから。いや、まあそりゃそうよ。そりゃそうだよ。意外と思われるかもしれないけど、俺仲良し恋し嫌いな人間だから。実は仲良し恋しが嫌いな人間って言ったら意外かもしれないね。そう、まあまあまあ、俺仲良し恋し実は嫌いな人間だから、だからちゃんとやってます。その話続けると長くなるよ。はい、まあまあ、あの頑張っておりますので、はいはい、どうぞ皆さん応援よろしくお願いします、はい、ちょっと長くなりましたが、はい、本日のお相手はガシのこと東野豊と馬場のこと馬場健吾でした。バイバーイ、バイバーイ。